ロッツリーのサラジね。この花火なんて呼ぶのかわかる？わからない。あの魚さんに聞いてみようか。この花火の名前はわかるんですか？知らないですよ、あれ。あ、そっか。ただの花火じゃないですか、あれ。花火は…近目さんがわかってるもんね。でも近目さん今出ない、知ってる。なんか知ってる気みたいそうで聞きづらい。線香花火やね。線香の火。線香。線香花火。うん。美味しいのこれ。さ。食べないよ。食べないよ。美味しい。線香花火うめえ。この歯は本当うるさいな。何にもしてないのに、なんでこんなにうるさいんだろうと。ケツ出ますよ。ここ花火あるの？あっちに。なんだ、あえてるやつ悪くない？もう私が全部使ったのでもいないっすよ。なんだこいつ、プレゼントをやる。これは別に場所に行ってみようかな。冷たかった？うん、そうさんか、メンニョンさんと、取れないこれ。ネオさんと何してるんだ？取ってみな。あった。ん？あった。あったかい？普通に暑いって考えてるじゃないのか、これ。暑いでしょ。あー、なんかメッセージ来た。これはアテク。わた、暑い。ちょっと待って、これ、VR で、メシンジャーどうやってするんだ？ちょっと待って。やばい。やめてくれないか。これで話すことができるのかな。久しぶりですよ。ああ、できないんだ。なんかフレンドばっかりいるな。フレンドだから、フレンド。なるほどね。そうだ。ゴンさんいるじゃん。あ、ウッタさん。お久しぶりでーす、うん。こんばんは。確かに久しぶり。こんばんは。すげえ感じ。どうですか、バイブ。もう、オキュラスと一緒にするつもりなのに、なんか、難しいというか、今は使ってないんですよ。難しくて。ああ。やっべ。昨日やったんですけど、バイブだけを使ったら、多分大丈夫かと思うんですけど、これ、オキュラスなんでしょ？オキュラスのコントローラーと一緒にするには、なんか、かなり難しい。なんかプラグインかなんかいるのかな？うん、プラグインもあるし、なんか、SDK とか、そういうものも使ってないとダメみたい。ああ。なんか、この VR チャットじゃなくて、Steam も VR？あれは、VR を一つしか使えるのができないようにできている感じで、二人を一緒にするには、なんか、いろんなことを設定しないとダメみたい。
これで難しい。めんどくさいな。うん、そうそう。なんか VR コントローラーを使ってやってみようかって言って、あのコントローラーを使ってみたら、なんか、あのクロスコントロスト、なんていうか、使いやすいでしょう。うん、そうそう。なんか、すごい使いやすいんですよ、それ。指が痛い。強すぎるだろ。わかるわ。思ってない気がする。オキュロスのことは、なんていうか、いい感じというか、自由みたいな、自由に動ける、そんな感じなのに、ファイブは、なんか、麦を、これ、こうやって使ってるっていう感じかな、ファイブは。あれは確かに麦だ。多分慣れ殴られるのもできる。あ、そう、時間かかる。そうそう。あ、それで今どうしようかっていう感じになって、今あそこに今トレコ。ミカさん死ぬかもしれんぞ。ゾンビめちゃ攻撃力あるし。やばい感じがする。ゾンビ二人。あ、それともこのアバターなんか。なんか、うるさいんですけど、これ、どうやってやめるんですか？もしかしてわかる？これ、声がもうデフォルトでついてるから、ボタンを押しちゃうと、声出ちゃうんですよ。走るゾンビとか情緒がねえんだよ。アバターに声って言ってるから。走るゾンビとか情緒がねえんだよ。このアバター使ってない。かけられない。確かに可愛いんですけど、なんかうるさいだから、そう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 。そう、なんかポーズしたら、あ、そうそうそう、声が出ちゃう。うん、ポーズの代わりに声が出る。あ、あの、このアバター使った なんていうか使った人じゃなくて、あの作った人に試してみようか。なんかアバター、あー、僕もね、あのそのアバターが、もうそのアバターを登録させてくださいって言おうと思ってるんだけど、どうやって言えばいいかわかんないから、ディスコードで。ハングル文字書けないから。多分、日本の文字でもできると思うんですけど、一応俺が言ってみようか。いけるかな。ああ、コースお願いしてもいいですか？一応言ってみよう、俺が。できるか、なんか、よくわからないけど、登録はどこ、どの場所にお願いしてもするのがいいかな。ディスコードがあったから、モデルをお願いしてもいいっていう感じかな。どうやってお願いしたらいいかな。よくわからない。一応考えてみようかな。どうするか。なんか、あ、そこか。自分のアバターを決定して、なんか使うつもりなのに、なんか、いいものはいっぱいあるのに、みんな使ってるから、アバターとか。これね、いい加減、僕も自分でずっと使い続けたいんだけど。ああ、そっか。めっちゃ熱唱してた。確かにこのアバター、なんか、このスカートとか、動けるのも、多分、いい感じでしょ？別のアバターは、なんか、チマが足に、手を貸して。間入ってるから、そうそう、足に通り抜けないようになってる。よくできてる。それもそう。コンさんのもそう。これも、同じ感じでしょ？足動けるし、スカートは一緒に動けるし。プリツレ大丈夫なの？この設定するの難しいだと思う、俺は。あ、このアバターはすごい簡単だった。え、ほんと？あのキャリブレーションって合わせて、もう押すだけで、普通にね、ちゃんと何の問題もなく使えたから、このアバターすごい優秀なんですよ。ああ、俺はこのアバター使ってプリツレーたのに、なんか、空中、なんていうか、空に飛んでる感じ？キャラが？アバターが？空に飛んでる感じ？うん、そうそう。上から見てるってこと？ああ。視線がこの辺？
それじゃなくて、足が地面に、あ、ついてない？なんか、空中に飛んでる感じ？なんか、設定するとき、あれどうやってやるんだ？でもなんか、特にそう難しい。あの白い球がこう出るじゃないですか。あれを、足今の、超こ難の、しい足、話してるんですけど。このね、ちょっと待って。超難しい話してるんですけど。この辺。超難しいこの辺話してめるんがですけけど。て、両方合わせ僕はやて、んないんですけど。あと、わかんないんですけど。腰を、何してるかわかんない腰んですがけど。若干、この子、腰はわかんないんですけ前ど。に、腰後ろになっは難てるしかい話ら、してるんです自けど。分で腰を若干こうやって前にした状態で、腰は難しい話してるんですけど。腰の白い球が、わかんないんですけど。このアバターから正少義し出るぐらい。あ、少し出るくらい？そうそう。にしてあげると、こうやって俺みたいに立った状態で。そっか。そうそう。腰が、多分上すぎるんだと思う。ああ、そっか。そういう自問分題のなのか。体と、そう、リアルの体とアバターの身長が合ってないから、その辺をね、こう、しゃがんだりして合わせなきゃいけないらしい。ああ、そっか。あ、線超香やば花い火んですしやけがど。れ。あ、この花火の名前、なんだって？超難しい話してるんです線けど。香花火。線香花火か。はい。線さっ香きから花火。みんなに、こめっれ、何ちのゃ花火ですかって聞いてるから、難しい話みしてるんです。んな、わからないって。お手つき難線香花火しい話なんしですてけるんですど、けど。私教えたんですけど、誰も聞いてないんですけど、知ってます？8回ぐらい線香花火だって言ったんですけど、す聞いてげえないな、んでこすか？こ。やばいん初でめすてけ来ど。た。え、初めて来たんですか？初めて来ましやたばいんですよ。けど。マジやばくねやばくねえ。マジやばくー。マジねやばくねー。全え。然わかんそのないんで線すけ香ど。花火、俺も欲しいんですけど。どうぞ。終わりよ。あれや。なくなっちゃった。超やばいんですけど、その線香花火、先っぽ永遠に落ちないんですけど。やばすぎー。見えないんですけど、マそジこそこ。やダイヤば当たいるんかでら、もうすけど。先っちょもう外れてるんですけど、よく見たら外れてるんですけど、なんか、あれ、先っちょがどこにあ先っるちょの？のとこについてないんですけど、つなんいかてなこいんのですけ辺にいるんど。ですけど。マジやばくねマジやマばくジやばくねね。未来マのジやばく私なんですけど。ねマジやばくねマジやばくね今、マジやばくねとか、ちょっとダサくねやばくねって今、やばみなんですけど。今、ティカさんも言ったじゃん。マジやばくねとか何こもうの言わノないんリ。ですけど、やばみなんですけど。マジやばいんですけど。じゃなんかまたこっちが、なんか話してる内容が難しいから、あいつら話してる内容難しいんですけど、全くわかんないんですけどって言ったら、そっからちょっと流れてきちゃった。そういう流れができちゃった。難しいですけど。これあれじゃん、この間なんかわたぷちがずっと泣いちゃうって言ってるんじゃん、これ。そう。俺こっちの方が好きなの。こっちの方が好き。そうなあ、このアバター？そう、そっちのアバターの方が好きなの、俺。ああ、そっか。俺も俺のアバターを使ってないと。私のアバターはどうか。これ男の子なんですけど。サンゴちゃんでしかょ。わいいサンゴちゃん。だってそうこそう、れめっあちゃれかやわん、いい。アルゼンチンのと一緒のやつやろ。そう。私のアバターも見てください、ほら、これ。じゃあ、かわいい超やばく猫だ。ねー。猫ちゃん。猫に超やばは、く線香ねー。花火をあげまマジやばくちょっと、ねちょ、脳に直接出すのやめてもらっていいですか？やばいんですけど、脳に直接 やめこてのもアらっバていいターですをか？買ったら大丈夫なのかな？このアバター作った人に。買うのかな？買ったら、多分自分で作ったから、買うの方がいいじゃない？多分お金かかるかな？くださいって言ったらくれるでしょ。多分ああののもワールまあ、ドに多無分料あるん配で布すしけてどるね。し。あ、そっかえ、な。何？ダメかな？猫なんですよ。あのやばくミねコワールド、え。マジやミばコパラダイスねっていうワールドに、え。マなんジやか、ばくねえ。自分のアバターあ、を、あ自分のだ線けの香アラバのター落をちて作っる。てくるっていうメッセージとかあるんでしょ？あのディスコードの上に。そうそうそう。あれは、あ、待っなんかた、お金入これ。れそうな気がするな。あれはお金入れそうな気がする。できた。
確かに、そういう感じだな。これもなんか、くださいって言ったら、お金を欲しいって、いるかも、あるかも。これ食べて、どんな話になれ。ああ。そうか。もし言われたら、じゃあ、かわいいな。相談だな。うん、そう。まあ、女孤立ならお金を立ってもいいと思うんですけど、どのくらいなのかが問題だな。そうそうそう、わかんないよね、うん、俺は着てみようか。マジわかんないんですけど、あ、っていうか、なんかこうミルク持ってきたんですけど、ほら食べてみな。多分これを使ってこのお金を買って、多分高くないなら買って一緒に買えばいいんじゃない。いくらかよくわからないけど、あの場所に行ってディスコードアイデアを確認してみようか。うん、めっちゃエロい声出すやん。一応行ってくる。あの人、まあまあ、あのこのアバター作った人に、なんかディスコードで聞いてみよう。あ、VR ってこれ動けるの？てか、これ火止まんないんですけど。え、パソコンで動けないんですか？お、動けるものじゃないの？あの花火。はいはい。猫がいるみたいな感じです。あ、落ちちゃった。そんな、なんかな、いらないにはないんですけど。アバターさ、めっちゃツイッターで喋るやんか。喋るっていうか、こうツイートするやんか、こう。え？どういうタイミングでそういうの書けばいいのか分からへんかってな、からできひんなと思ったけど、なんかそれでとこ絡んでんのとか見たら、なんかすごくうらやましくてさ、めっちゃ前からツイッターでなんか喋りたいってな、心見てんねんけどな、何も思いつかへん。一応俺言ってくる。ディスコードアイデアを確認してくれ。うん。行ってきます。俺の使い方は、なんか羨ましかった。私羨ましかったからさ、これミコパラダイスっていうワードに行ってくるから、ちょっと待ってね。 なんだっけ、出てこなくなった。違うね、あんなツイッターをさ、なんか一回は自分のツイートしてみようと思ってんけど、モテてな、今日一日で休みの時間とかご飯食べからずっとツイッター開いてさ、なんかこうって考えたけど、何一つ考えなかった。あれ？ VR チャットのスクショ貼ればいいや、写真撮って。ああ、そっか。なんでポットができないんだ。スクショ。